霞ヶ浦大橋橋上橋の向こうに見えているのは、霞ヶ浦フレアイランドの虹の塔。料金所が存在していた頃の霞ヶ浦大橋の前景。霞ヶ浦大橋は、茨城県霞ヶ浦市と、行方市を結ぶ、霞ヶ浦に架かる国道354号の橋で、ある。二千五年十一月一日まで、茨城県道路公社が、有料道路として管理し、 名称は霞ヶ浦大橋有料道路であった。霞ヶ浦の西の裏に初めてかかった橋であり、開通以来唯一の橋である。霞ヶ浦下伏せと、行方下松栗港を結び、橋の長さは1 1トル橋の幅は1 1 5ルで、2車線の車道と片側に、幅2 5ルの歩道が設けられている。有料道路時代。 料金所と道路公社事務所は玉作り町側にあった。無料開放後、事務所跡地には行方市観光物産館コイが新築された。戦後、食料自給率工場のため霞ヶ浦の高浜入りを農林水産省直轄で干拓市の地を作る高浜入り干拓事業が進められていたが、 地元漁民の強い反対と毎年米余りが起こる、などの食糧事情の社会的変化に、干拓事業自体が目的にそぐわなくなってきたことから、やがて社会問題に発展し、国はこの事業を断念した。これは同時に、出島村と玉造町が、干拓堤防道路で結ばれるはずであったが、この計画も白紙撤回となった。このことから、 干拓中止と引き換えに橋の建設を要求する地元民の強い要望と県道土浦太陽線の道路整備を進めたい茨城県側の思惑の一致から1978年に具体的な家境構想が打ち出され1980年に調査事業が初予算化されたこの頃地元関係旧市町村で組織する玉作り デジマ管家協促進協力会も発足し、橋の実現化のために国へ陳情するなどの橋の仮設実現を目指して促進運動を展開した。1981年6月に建設ルートが示され、翌1982年末頃に大倉証原案で橋を建設することが決定した。茨城県と道路公社は、 霞ヶ浦大橋建設で湖に27脚の橋脚を建てるため、有料道路の着工間もない1984年春から霞ヶ浦で創業している地元漁協と交渉してきたが、漁協側は橋脚の高さが低く、若杉漁に使用する保衛線が通過できないと主張し、橋の設計変更は不可能とする県と対立した。この問題は、 茨城県知事と地元漁協のトップ会談で県が漁業保証金に解決金を上乗せした3000万円を支払うことで同年末に全面決着しようやく霞ヶ浦大橋着工に目途がついた。掃除業費は45億円で1985年1月に橋梁本体工事を着工し1987年3月3日に 有料道路として開通した。道路整備特別措置法の規定により、有料道路として、共用開始した1987年より30年間通行料を、徴収満了して無料化する計画としていたが、当初見込みを上回る交通量に支えられ、2000年度決算において、茨城県道路公社が運営する、有料道路の中でも、 最も採算状況の良い黒字路線であったことから、整備費が早期召喚できたとして2017年の料金、徴収満了を待たず2005年に繰り上げ、無料開放された。有料道路時代の通行料金は以下の通り、ありがとうございます。